はい、今回見せていただいてますピアノがヤマハの U3。U3 の、大体50年ちょっと前のあのピアノになりますね。2本ペダルになります。ハンマーの方がかなり、もう弦の方も深くついてますので、ハンマーの交換は必要じゃないかなと思っておりますね。当然弦の方も50年以上になりますので、今回交換した方がいいかなと思っております。それに伴って、ダンパーの方のね、フェルトも交換が必要かなと思いますね。鍵盤の方も、この小口の方、黄ばんでおりますので、鍵盤の方も交換していく方がいいかなと思いますね。調整もロスがあったり、調整も1からね、これ多分深さがかなり深いので、棚板もだいぶ反ってるような感じなので、位置から調整の方は、高さ深さ全部調整していかないといけないかなと思っておりますね。でも響板がすごくいいので、いい時代のいい木を使ってる、時代のピアノですので、これはオーバーホールしたら楽しみだなと思いますね。では外装の方もつけてみたいと思います。はい、外装の方、こういうね、ワインカラーというかね、のピアノですけども、当然やっぱり年数経ってますのでね、塗装の方はだいぶくたびれてきておりますね。ヤマハの文字もサビサビになっておりますね。傷も入ってますし、こういう感じですね。外装の方も、塗装の方きっちりして、この色を生かして、綺麗に仕上げていきたいなと思っております。はい、ほんと楽しみなピアノだなと思いますね。